マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはマリーンズの先発小島が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあそういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。初球ボール、ナイスボール。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。さてバッターのアンドリュース、どういうバッターなんでしょうか？まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打にされてしまう非常に迷惑なバッターですね。ああ、そうですか。次が4球目、変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。際どかったですよね。フルカウントです。さあ6球目は何か、引っ張った、外、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている松本、まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか、初球打ち、高い打球センターへ、センター掴んで2アウト。バッターボックスは3番野村、ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは小島、そしてキャッチャーは佐藤。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。初球空振りになりました。外れてますか？はい、ストレートわずかに外れてボール。なかなかタイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。緩いボールできました。さあ5球目は何か、ああ外れてますか？完璧なボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。3ボール2ストライク。引っ張った、中村、一塁アウト、3アウトです。この回ファイターズ三者凡退です。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？そうですね、一番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの一番バッター注目しましょう。ファイターズマウンドに上がるのは先発の伊藤、どう抑え込んでいくのか注目です。荻野が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
最初は変化球できました。次が2球目、外、これは外れます。ボール先行です。まあここは狙い球を絞って、それが来たらフルスイングですね。アウトコース打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている藤岡。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。低めはボール。ストライクが入りません。高め打ちました。入れました。ファウルボール。打ちました。流しました。打球はレフトへ。アンドリュース掴んでツーアウト。バッターボックス外、ツーアウトになっています。インサイド見送っています。低めの球、152キロ。これが3球目。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライクです。アウトコース外れます。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー一塁。最初はボール。スピードボールを持っています。キレがありますよね。はい。アウトロー変化球、空振りでストライク。よく見ましたね。はい。ストレートわずかに外れてボール。ツーボールツーストライクです。打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ。アンドリュース掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。2回に入ります。ファイターズの攻撃。打順は4番マルティネス。アリエル・マルティネス。
マリーンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。最初は変化球できました。高めに持ってきました。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。外外れてボール。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは5番万波。小島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りです。低めの変化球は外れました。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。カットボールできました。2ボール2ストライクです。アウトコース外れます。3ボール2ストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。藤岡が掴んで2アウト。バッターは DH レイス。2アウトになっています。レイス背番号99。初球ボール。変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。入った、ホームラン。先制ホームランです。ファイターズ、マリーンズ痛い一発を浴びています。マリーンズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。セカンド石井。セカンド石井背番号38。アウトコース決まってストライク。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ファイターズ先手を取るソロホームランが出ました。1対0、ファイターズ先制です。2回の裏、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスには指名打者のオランコ。マリーンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。
ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。6番バッター中村、まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか、枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている岡。ツーアウトランナーありません。この回のマリーンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、アウトコース見送っています。ストライクになります。アウトコースは外れます。低めの球ストライク、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。スライダー外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。取った。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏1対0ファイターズが1点をリードしています。ファイターズの攻撃は8番キャッチャー伏見、キャッチャー伏見、背番号23。初球空振りです。外への変化球、あっという間に2ストライクです。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。高めのボール打ちました。左中間へ打球伸びる。センターが取りました。バッターは水野。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。背番号43。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。ボールになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。外の変化球わずかに外れました。次が5球目。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクフルカウントになっています。
これはバット出ず三振です。打順は1番に帰ります。バッターアンドリュース、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。空振りになります。ワンボールツーストライク。4球目は何で来るか。低め見送っています。打った。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。ツーアウトランナー二塁。さあマリーンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないでしょうね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。インコースにバットが出ます。ここはあっという間に追い込んでいます。引っ張った。中村アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。1対0、1点リードはファイターズです。インサイド空振り。これが2球目。打ちました。切りました。ファウルボールです。この球は外れています。インサイド落ちました。センターへ抜ける。先頭バッター出ました。マリーンズノーアウトランナー一塁です。いきなり牽制、一塁はセーフ。さあまず1球目、ここはきっちり送りバントを決めたい。ここは送ってくるんでしょうか。そうですね、おそらく送るでしょうね。ああ、そうですか。送ります。取りました。送りバントは失敗です。打順はトップに帰って荻野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。マリーンズ同点のランナーが出ています。最初は変化球できました。ボールになります。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。アウトコース147キロ。
この球は外れています。ファウルになります。打ちました、痛烈。バッターボックス藤岡、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトになっています。低めに外れてボール、ボール先行です。この低いボールは外れます。ストライクが入りません。打ちました。ここはフライになっています。野村が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。3回終了1対0、ファイターズが1点をリードしています。ファイターズの攻撃は3番サード野村、初球空振りです。さあ2球目は何か、落としました、外れます。切れていきます、ファウル。この高めは外れます。打ちました、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番マルティネス、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。外れました、ボール先行です。外、低めのボール。これは低いところに持ってきました。レフトへ打球伸びる、レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには5番万波、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。この球は外れています。ボールですか。外の変化球わずかに外れました。外へのボールは入りません。
接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが1球目、初球はボールになりました。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはファイターズです。バッターボックスには3番、ソト。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。改めてお聞きします、この外どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、インコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから、実に厄介ですね。なるほど、そうですか。アウトコース空振りです。ワンボールツーストライクです。ザーッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。これが初球、初球ボール。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、バッターボックスの山口、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来は一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど。ここはどういうバッティングをするんでしょうか。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそう。出ました、ファールボール。打ちました、水野。セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは今日 DH に入っているポランコ。先ほどの打席はファールフライに倒れています。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。落ちるボールはこれは外れています。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。これが4球目、切れていきます、ファウル。変化球が高めに外れています。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけない。三振です。スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ結局3人で攻撃を終えています。4回終わって1対0、ファイターズが1点をリードしています。5回の表、小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じですかね。ベンチの動きにも注目です。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。次が3球目、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。
5球目は何で来るか。ボールになります。フルカウントです。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスは8番伏見。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはマリーンズが小島、そしてファイターズが伊藤、この2人の投げ合いとなっています。高めに外れます。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライク。高めのボール、ファウルゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。またファウル。打った。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。マリーンズ、その差を2点に広げられる痛い一発となりました。マリーンズ追加点を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。バッターボックスは9番水野。マリーンズ、この回追加点を許しています。切れていきます。ファウル。低めの変化球は決まりません。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッターアンドリュース。今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。初球は変化球、当たりません。低めボール。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。チェンジアップ外れました。3ボール2ストライク。打ちました。高く上がった。さあどうだ。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには松本が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですね。低めの変化球見送りましたがストライクです。3球目は何で来るか。真ん中のボール打った。このフライはどうだ。落ちるか。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ファイターズソロホームランで追加点を挙げています。2対0。日本ハムファイターズのリード広がっています。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね。バッターの奮起に期待したいところです。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。インドを見送っています。ストライクが入りません。
った高いバウンド、ショート前に来る、一塁を送ります。先頭バッター出ました、マリーンズ、ノーアウトランナー一塁です。打ちました、高いバウンド、一塁へ、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあマリーンズ、得点圏にランナーを置いています。この辺りで点差を縮めておけば、この後の展開に期待が持てますよね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしていく。低め抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、センター前ヒット、これでマルチヒット、ここは得点が欲しいですね。さあそしてこのチャンスで打席には9番の入っています。これが3球目。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。さあ4球目は何か。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。まあ、変化球が頭にあったのかもしれないですね。はい、ここはバッテリーの術中にはまってしまいました。ランナーは変わらず三塁一塁です。インサイド打った、高いバウンドになった、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。5回終わって2対0、日本ハムファイターズがリードしています。6回の表ファイターズの攻撃は3番サード野村。さあ初球は何か、空振りです。次が2球目、引っ張った、取りました、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターボックスには4番マルティネス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。高めはボール。インサイド落ちました、強い打球、切りました、ファールボールです。アウトロー外れます。変化球ボールになります。3ボール2ストライクです。さあこれで決まるのか。インサイド打ち上げました、ライトに上がった、ライトが取りました、2アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。初球打ち、これはどうか、センターに抜ける、万波、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁、豪快なスイングは空振りになります。一塁牽制、セーフ。2球目は何で来るか。レフトに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、
バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。初球から行きましたが空振り。ナイスボールですね。アウトコースのストレート、力があります。すぐに追い込みました。外れました。低め外れています。これが5球目。外へのスライダー、ここは見極めています。粘られてフルカウントになります。次が6球目。左方向、この打球はファウルグラウンドへ。左に切れてファウル。空振り三振。ここは投げ勝ちました。三振でピンチを切り抜けました。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるマリーンズの攻撃。打順は2番藤岡。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズビハインドで迎える6回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。さあ3球目は何か。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。いや、よく見極めましたね。素晴らしい選球眼ですね。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ。切れていきます。ファウル。ボールになります。スリーボール、ツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。3番バッター、外。先ほどの打席はデッドボールでした。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、ファウルになります。膝元インコース、ノーボールツーストライク。次が3球目。ボールになります。インコースボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。空振り三振、ツーアウトになりました。4番バッター山口、
先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。引っ張った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。低めでしたが前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。高め打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。インコース変化球決まりません。インサイド弾き返した打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回マリーンズ点差を縮めていきます。6回終わって2対1、マリーンズが1点差まで追い上げました。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。そうですね、もう本当に早く打線の援護を期待したいですよね。本当にそうですよね。高め外れました。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。藤岡、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには9番水野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。小宮山さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れも出てくる頃でしょうね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。引っ張った、高く上がった、ライト下がっていく、下がっていく、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席にはアンドリュース入ります。さあ追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから、中期のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。高めのボール打った、この打球はフライになっています。ツーアウトランナー二塁となりました。マリーンズここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンド。さあそしてバッターボックスには松本が入っています。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど、そうですね。これが2球目、外角高めへのストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外れましたけどいいボールですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。外の球打った、セカンドの右、ホームへ、ライト前ヒット、松本、これが今日の。さあここでファイターズダイソーを送ります。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面で打席には3番の、一塁はセーフ。初球は何で来るか。初球ストライク、ランナースタート、セーフ、盗塁成功。外へのスライダー、ここは見極めています。もう1球アウトローへ、
ボールになります。これは見送ってボール。2球で追い込んだんですが決めきれずフルカウント。このピンチ空振り三振に切って取りました。1点ビハ。7回の裏マリーンズの攻撃。バッターボックス中村。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。そうですよね。マリーンズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。中への変化球外れました。打ちました。難しいバウンド。セカンドが取る。アウト。ワンアウト。バッターは7番岡。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。アウトコースボール。アウトロー見送ってボール。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。さあこの終盤一塁には同点のランナーです。バッターは佐藤。そして塁上には初球打ち。二塁送球。二塁はセーフ。さあ逆転のランナーも出塁します。9番バッターフォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあマリーンズ一打同点のチャンスです。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。そうですね。外れました。スリーボールになりました。ストレート打った。高いバウンド。二塁へ送球。二塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ここは期待できるバッターですし、一塁ランナーは動かない方がいいかもしれませんね。走れるランナーが一塁にいればベースカバーのために野手の間が空いて、タッチもセーフ。さあ2球目は何か。これはちょっと手が出ません。ここはあっという間に追い込んでいます。手が出ません。三振。チャンスの場面だったんですが、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。低めはボール。低め見送っています。低めで外れてボール。フルカウントです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。まず打ちをついてきました。切れていきます。ファウル。自由自在のピッチングを見せます。ワンボールツーストライクです。アウトコース見送っています。インサイド落ちました。ここもファウルです。内へのボール外れました。3ボール2ストライク。見逃して三振になります。ピッチャーの状態なんです。バッターは DH レイス。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。いいところへ決まります。146キロ。ファウルになります。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この8回の裏マリーンズの攻撃。バッターボックスには2番藤岡。今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。マリーンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。ファウルになります。ストレートを待っていたようなスイングでしたね。タイミングは合ってましたよね。はい。打ちました。流し。おっと、これを掴んだ。アウト。スーパープレーが飛び出しました。ここはファインプレーに阻まれて、バッターボックスは3番ソト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。
前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、今度はやり返さないといけませんよね、そうですね。ワンアウトランナーありません。外の球外れています。際どいコース外れました。チェンジアップは入りません。いい当たり、セカンド取る。アウト、ツーアウト。先ほどは期待に初球から行きました。低め外れました。この球は外れています。インコース打ちました。いい当たり、これはどうか、レフト前ヒットになります。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。これで3ボール、厳しくなったか。インサイド打った、ファースト取った、そのまま1塁に入って3アウト、ランナー出ます。これから9回ファイターズの攻撃です。これから9回ファイターズは代打を送ります。バット、初球わずかに外れてボール。インコース空振り、これが3球目。この球は外れています。低め空振り、2ストライク2ボールと追い込んでいます。アウトコース外れます。3ボール2ストライクです。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、アウト、ワンアウトです。8番バッター伏見、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーなし。初球は変化球、当たりません。打ちました、ショートゴロです。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されている中島。ツーアウトランナーありません。打ちました、流しました、この当たりはどうか、レフト線を深く上げるヒットになりました。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席にはアンドリュース入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると厳しくなってきますから、落ち着いて自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですよね。インハイ見送ってストライク、外へのスライダー、ここは見極めています。これで3ボール。その差を3点に広げられる痛い一発となりました。マリーンズ追加点を許します。4対1、その差を3点とされています。バッターは2番松本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。マリーンズ最終回で追加点を許しています。次が2球目、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー。最初は変化球できました、ボールになります。低め、次は甘くなると持っていかれますから低めが無難でしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは走ってきた、キャッチャー送球して、これでワンヒットで点が入ってしまいますね。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回、9回の裏マリーンズの攻撃です。赤星さん、この状況をどのようにご覧になってますか。まあ3点差は無理な点差じゃないんで、なんとか返してもらいたいですよね。そうですね、諦めない気持ちで戦ってほしいところ。
ボールになります。ボール先行です。引っ張った、高いバウンド、サード取った、アウト、ワンアウト。打席には7番バッター岡、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。打ちました、切れていきます、ファウル。さあ3球目は何か、アウトロー外れます。ボールになります。平行カウント、打ちました、これはどうか、破りました、センター前、岡ヒットが出ました。ワンアウトランナー。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうです。初球打ち、センターに抜けました、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー。初球変化球がいいところに決まりました。いいボールだったんですが外れています。高めに手が出てしまった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように、打ち上げた、ファウルボール、見逃し三振、ランナー釘付け。まずはボールから入りました。際どいところへ決めてきます。このストレートは入りません。右打ち抜けた、セカンドランナー帰れば2点差、ライト前ヒット、荻野、ヒットが出ます。さあそしてバッターボックスには藤岡が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。攻撃がいい流れになりつつあるんで、しっかりつないでいけばまだまだいけますよね。なるほど、そうですね。左に切れます、見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。試合終了。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れて